延岡美味しいもの見つけたの時間がやってまいりました。はい、今日はですね、延岡駅前にあります、ホテルルートイン延岡さんの2軒こちら、はい、素敵なお店があります。北新地というお店です。お昼はランチ、夜はスナックになっております。さあ今日はどんなメニューが出てくるか本当楽しみです。で、和風の煮込んだハンバーグと、それから海幸、山幸のカレーライスね、食べたくなりましたね。もう匂いがふーんとね、匂ってきましたよ。それでは店内の方にやっていきます。はい、レッツゴー。こんばんは。はい、店内に入ってまいりました。今日はですね、北新地の、オーナー、はい、長友敏子さんにお話、いろいろ料理とか、ね、説明していただきたいなと思ってやってまいりました。はい、今日はね、新メニューで和風ハンバーグ、まあ、ハンバーグたくさんあると思うんですけど、やっぱりその店その店でね、味が違うと思うんですよ。なんと北新地特製和風ハンバーグということで、もう来る前からですね、もうワクワクしてやってまいりました、とっても美味しそうですね。うわー、すごい。椎茸が、どんこがムチムチしてるね。もう宮崎県ではですね、どんこって言いますね。椎茸、肉厚がとってもいい香りの、この椎茸取れるんですよ。本当美味しそうですね。では早速いただいてみたいと思います。じゃあフォークとナイフで、ママさんって、呼んでますけど、ママさんが、料理上手ですよね。じゃあまずはこちら、美味しそう。いただきます。コリッコリですね。サクサクして、それをちょっとバター炒めてね、お互い全部バラバラで味をつけてます。上品な味です。バターのね、もう本当にいい香りがします。じゃあこっち早速食べたいなっていうのがあるので、ナイフをさせていただいて、柔らかいですね。ふわふわ、やっぱりですよこれ。わっ、感じる感じね。ふわふわしてる。いきます。うまい。やったでしょ、新玉ねぎの甘さ。新玉ねぎの甘さと、このお肉のジューシーな肉汁ですかね。もう美味しさですね。もう口の中に入れると、ふわっときますね。わー、これはなんか子供さんたちもいいですね。柔らかくて、子供さんとお年寄りもね。ねえ。美味しい。ソースが特製なんですよ。うどんの中に。このソースはいろんなね、もういろんな味が、奥深い味がしますけど、何種類ぐらい入ってますか？6種類ぐらいで、口味にね、いろいろ。これはですね、本当にコクがあって濃厚で、ちょっと味噌麹も入れて、ちょっとずついろんなもの入れてね、深みが、味の深みが。でしょうね。本当にですね、生き返りました今、脳が一口食べるために。もう次から次となんかふんわりして入りますね。ワンペーシーなんか食べたくないな。まあ、創作料理で何でも、ご予約いただければ和洋中何でも作れるんですけどね、ご用意できるんですけど、新メニューで今日は山幸の幸、
海幸山幸ってごめんなさい、海幸山幸の、シーフードカレーですね。楽しみですね。もう次から次と、この間はね、うん、第1弾、すごいメニューが出てきたので、うん、もう本当にあの料理研究家の長友さんの料理はもう美味しいっていうのはもう脳が覚えてます。美味しいですね。うん、ズッキーニみたいな入っちゃいますね。農家さんから直接もらったんですよ。あの新富のものね、農家さんとかのピーマンとかズッキーニとかいただいた。新鮮で可愛いですよね。サクサクです。そしてあの歯ごたえが良くてですね。ね、もう次から次へとなんか食べちゃいますね。甘いですね、ズッキーニもね。美味しいです。食感がたまんない。幸せです。お野菜がね、この中に入ってるんですね。北新地はあの和風、ね、和食の店ということで電話に登録してるんですけど、中でもあのナポリタンとかね、ピザとかも出してます。あちらになんかいろんなメニューがありますけど、なんか海鮮のモッキー用のお昼はね、ご予約いただいたら、あのお昼もできるんですけど、まあ、定番で置いてるのは、和牛カレーと焼きそばとナポリタンですね。これをどれか一つ選んでいただいて、飲み物もビールが2杯、お焼酎も飲んで、カラオケを歌って、特別価格の1500円で、いいです。皆さんに1000円です。そう、全部。ビールも2杯ついて、はい、ビールが2杯ついて、こう、コーヒーですね、言っていただいたら、うん、はい、だから2時に開けて、5時までなんですけどね、はい、毎週やって、最初、半年来はなかなかね、お客さんが来なかったんですけど、どうにか今ちょっとね、木金堂っていうのが皆さんちょっと覚えてて、すごいですね、はい。でお昼じゃないとどうしてもって言われる場合は、まあ、前もってね予約していただければ12時でも開けるんですけど、はい、まあ、通常あの14時となっているので、まあ、カラオケをねだったらその食事するのが喉をつながって人もいると思うので、だからあの特別にお昼だけの人が、まあ、12時から来ていただいて、まあ、何度か連絡してもらってですね、はい、そしてあの2時からあのこういったのやってます。カラオケ大好きな人もたまらんですけど、そうですね、これにビールが似合いたしかも、料理をね、そうですね、やっぱりあのよそから来たお客さんがね、お昼行くとこがないなっていう時に、はい、来ていただければね、ですね、それあの隣の隣が、ね、ルイトインさんなの で、そうですね、県外のお客さんいっぱい泊まられて、ね、ね、時々ママのところにもね、お客様が夜、ね、スナックのみに来られますけど、ね、お料理もお腹空いたってね、夜言われる人がいて、ね、日曜日の夜とかね、ほとんどお店が休んでるんですよ、他のお店もね、だからあのそこのね、あのセブンさんしかないかなっていう感じで、入っておられて、今からいいんですよ。ね、お腹空いてるので人が多いですよね。サラリーマンの人ね、困ってらっしゃったらね、あれです、閉めようかなと思ってる時にね、ルートインさんが多分空いてるね、空いてやっていけないかなって言われたっていうから、そしたら頑張って作る。気力、精が出ますよね。そうですよね。もともと料理が好きです。本当に。もう椎茸の方もですね、食べてみますかね。これで結構、ね、肉厚ですけどね、結構すごいお肉みたいな感じでもうね、まあ綺麗、あのソースをちょっとつけていただきますけど、これですね、デミグラスのようなね、しかもデミグラスどうぞプラス。ごめんなさい、ありがとうございます。
トマトケチャップも入ってるっていうようなね、いろんな味がします。何言うんでしょうか、甘いですね、しいたけってね、味があんまりほとんどしないしいたけばっかり食べてたことあるんですけど、これはね、何ですかね、なんでホタテというよりも貝のなんか感じね、うん、そうだね、うん、お味もですね、うん、肉厚でホタテ貝みたいな、なんかそんな感じの食感ですね、お肉みたいな、あの貝の分厚い感じがします。香りがいいですよ言い合わせてあげた本当に香りしますね、あの森立てっていうか、産地が直接ね、取られたら違うですよね、このしいたけの本当に甘みといいますか、うまみ成分すごいですね、あ、食べてしまったやつ、だからあのもう少しするとね、たけのことが出るんですよ、だからたけのことか、たらみとかね、そんなのもちょっと加えて、そう季節のですね、ダラの芽いいですね、今春のこれ一番食べたいのがダラの芽なんですよね、これはあのお野菜のこの甘みの本当の、千葉産品の、ね、取れたてで決めてる、ね、お野菜と、ね、このお肉もまたこだわってらっしゃるんですね、宮崎産牛ですかね、ちょっとお肉をちょっと豆腐につけて、漬け込みそうです、だからちょっと握るところね、あ、楽だったそれでふわふわの感触が生まれるんですね、またちょっと隠し味があるんですけど、それは企業秘密ということで聞きたいですねちょっと聞いちゃうんで、酢を入れてるんで、沖縄の大きい長い酢があるんですけど、あれはちょっと大根おろしです、ちょっと握ってないと握れないけどね、ほんまかしますね、もうお子様からね、お年寄りまでね、もう本当歯がいらない歯がいりませんぐらいの、もう口の中ふわーっと入り込んで、食べられてしまいますので、ぜひ食べてくださいね、これ、おいくらなんですかね、ちょうど1000円ちょうど1000円、もうボリューミーなので、それぐらいありますね、美味しかったです、次から次とこれをまたですね後ほどこれを、次から次へと、和風ハンバーグの次は海幸山幸というなんとも変わった名前がするカレーがカレーの中にね、あのルーがですね、いりこと昆布のだしをとって、でタコとイカとホタテと、だしを作ってるんです、はい、いりこと、はい、だから、ね、あのちょっとねお肉がなくて、牛が大丈夫かなと思って思ったんですけど、結構いりこと昆布のね、だしをちょっと多めにとってですね、昆布が入ってるともう本当に濃厚で本当に美味しい、美味しい、いりこも入ってるって贅沢ですね、だしそうですね、ふんだんに、はい、使われてるので、まあ、椎茸はあのチキン南蛮のタレ、タレも自分のところで作ってるんですけどね、チキン揚げたてをチキン南蛮のタレに漬け込んで、また甘酸っぱい味がして美味しいです、なるほどですね、先ほどのそのままの椎茸の味も美味しかったんですけど、こちらはチキン南蛮のタレに漬け込んだ、甘酸っぱい感じですね、いただきます、どこから食べちゃおうかなっていう感じですね、カレーの
煮物とか朝から500円とかありましたね、うん、ママのところだったら、うん、それと違うんですね。うん、優しい感じ、優しい、うん、本当にあの何ですかね、もう体がね喜ぶ感じ、温かくなってくる感じのカレーの量ですね。なんか本当薬膳にちょっと似たような、うん、なんかね、香りが今回はそのね、うん、やっぱりあの和牛とちょっと違ったカレーにしようと思って、うん、それをあのカレー粉の方に変えたんですよ。ちょっと黄色っぽいでしょ。なんか色がね、読み丸のはちょっと茶色っぽくて、うん、違いますよね。うん、いい香り。薬膳カレーとはまた違いますね、うん、和牛カレーと薬膳カレーいただきました。なかなか今、丸々一本がなかなか売ってないので、あのやっぱりこう和がね、あのイカの丸切ったのがいいかなと思って、そうです、ね、今日ちょっとイカを探しに行ったんですよ。そう探してて、イカがなくて切ってるのはもう全然バラバラなんですけど、丸いね、リングで食べたのがね、パッて見たらイカって感じで、うん、イカとエビでシーフードカレーの似たような感じですけど、うん、食べるのは楽しみですね、うん、この中の海鮮がね、そういうの中にもそのちょっと湯がいただし汁を入れてるのが、ね、うん、全然違う、うん、エビをそのままこういっちゃいっちゃおうかなっていうのも、うわ大きいですね、エビも、うわシーフードですよ、うん、シーフードです、まあ、エビが大きくてサクサクですね、香りがいいですね、エビの香りもする、そしてイカですね、魚介類がここです、カレーの中に魚介類が泳いでるようなシーフードの中で、サクサクしてます、下ごしらえするときにちゃんとロースを入れて、ちゃんと落としたりとか、下処理をちゃんとしてるから、また冷えても美味しいです、美味しいですね、柔らかいですよね、肉柔らかい食感でした、塩ワインこれは白ワインに似たんですね、これイカをね、イカはだから柔らかく仕上がってるんですよね、白ワインでずっと煮込んであるので柔らかいです、プリプリですね、美味しいですね、この椎茸も椎茸のこのチキン南蛮のタレに甘酢が入っちゃって、そのまま入っちゃって、はい、そのまま食べてみます、チキンラーメンの、うん、中華麺の、うん、甘酢は、ね、あんかけじゃない、そうです、ね、甘酢揚げでした、ね、うん、甘酢が美味しい、うん、甘酢がもう中にたまらんです、これあのお酒のつまみにも合いますね、このしいたけはあの口に含んだら甘酢の、うん、ね、甘酢南蛮の味ですね、これ、うん、美味しい、甘いのと、うん、酸っぱいのがちょうどいい、ね、味に作られてますね、うん、最高です、これ名前が長いですけどね、海幸山幸、カレーのルーの中に入っているのが海の幸、乗っかっているのがね、山の幸、
海幸山。かわいいね。こちらの海幸、うん、で山の幸、うん、山幸かわいいですね。置いていただけると思います。これまた器もね、うん、あのこちらに考えて、うん、今から探そうと。あ、うん、すごい料理もね楽しめられますし、料理研究家でやれるんですね。そのままでポッてるというですね、嬉しい。クリーミーっていう感じですね、本当に口の中に。本当にカレー好きのあなた、価値ありますよ。初めての、ね、あの三崎山崎のカレーです、うん、今までも何もねかかってない、あのルーだけのカレーっていうのはよく食べてたんですけど、うん、ビーフとかですね、これは新しいですね、斬新な感じです。話したいことが分からないですよ。食べてみてくださいね。ですね、本当に美味しいですね。もう本当にあのコクがねしっかりあります、ね、お口の中に入れると、クリーミーな味わいですね。もうどんどんいってちゃいますね。お米もなんかね、ツヤツヤしてるね。ツヤツヤしていいでしょ。ツヤツヤしてます。北方のお米です。あ、これ北方米ですね。あの北方に行った時に私もいつもね北方米いただくんですけど、やっぱ違いますね。ちゃんとね、お米はあの北方のお水がね新鮮ですからね。お水もこだわってるね。水素水を使ってる。なんとお水も水素水を使ってるので、かなりふっくらもちもちにね、結構ゴミがね。だからあのお酒なんか飲んだ後もね、あの次の日に悪酔いしないんですよ。水割りは水素飲んで。いいこと聞きましたね、それ。あの大人の人にですね、大人っていう大人の方がね、飲んでちょっと酔いますね、二日酔いとかになりますね。水素水だと酔いが、ね、全然違う、全然違う、ね、そこらの深いですね、それもね。これでお米がね、水素水でふくらなってですね。うん、でもまあ美味しいです。甘くど？うん。それが良かった。本当にもう最近あのサンダースが不快なんですけど、なんかちょっとマンネリ化してしまってね。そう、今年6年目なんですよ。だからあちこちお店をちょっと転々としたんですけど、まあ、25年ぐらいはお店をやってるんですけど、ここに来て9年目になりました。そうですね、私もあの6年目のパーティーの時にちょっと呼んでいただいたんですけどね、6年ですなんですね、こっちで早いですね、はい、だからやっぱりね、あのその都度その都度ね、新しいものを少しずつね、野菜なんかすごい今ね、新しい品種の野菜をね、作ってるし、ちょっと見に行きたいなと思って、野菜からこだわっておりますよね、本当にもう素材からね、こだわりですよね。それが美味しさの一見ですね。しかもね、プルンプルンですよ。プルンプルンですね。やっぱり、ただあの、普通でこう、噛むときに、硬いですね、大体。硬くなりますね、イカ。でもこのイカって、もう全然その、硬さがないですね。やっぱり全然違います。食べてばっかりますけど。ところでね、サンダーがですね、なんか今度は食育セミナーとか開催されるっていうことを聞いたんですけど、やっぱりあの食べ物があの影響してくるなんてね、いろんなことが。わからないことがたくさんありますので、どういうものとどういうものを食べたらどういうふうになるっていうね、そういうことをちょっとお勉強したいなと思って、東京の方からあの指導席を呼びしてるんです。
の来月の4月6日の朝食に、一応あのこのカレーをね皆さんに食べていただくということで、まあ、あの通常よりも安い価格で500円で、うん、いいんですか、うん、いいんですか、これこんなにいっぱいの会食通常は1200円なんですけど、ね、その4月6日の食欲セミナーに来られる方のランチは、うん、一応ワンコイン500円で準備してます、うん、すごい、これぜひあのお越しください、はい、うん、まあ、たくさん今こういった、ね、時期だからコロナウイルス対策でマスクしてますので、でも全部あの消毒もしてます、ね、うん、4月のたくさんがちょっとあれなんですけど、まあ、興味があるから4月の3日、4月の3日500円で海幸の山幸カレーがいただけるということで、今日は本当にですね、魚介類がもうエビにイカにね入ってて、またどんこもね、美味しいどんこもね入っているので、これを食べたいなって思われた方は500円でなかなか食べられませんが、ぜひ4月6日にお越しください。ありがとうございます。これはあの野球選手の、ね、そうですね、井戸田舞さんっていう、ね、はい、野球選手がマークで、うん、だからやっぱり奥さんは野球選手のプロのね、うん、選手の奥さんになるか、近藤選手のセミナーの会がね、事故をしてるんです、受けられる人になるかっていう、それがないと、やっぱり奥様としてね、ダメくなってしまう。野球選手は体を、体を管理しなきゃいけない。で、今からも、ね、あの一般の人もね、大切だからね。あんまりそういう考えで余裕がなかったかもしれないですね。これからは絶対体を作る方がいいですね。そうですね、人間って本当に食で食べるまでできてますからね、食育っていうのは本当に大切だと思いますね。ぜひお時間があったら、そうですね、それ興味深いので私もちょっと行ってみたいなと思っています。本当に今日はですね、食さ、北新地のメニューを、新メニューをいただいたわけなんですけど、また今後ですね、はい、あの新しいメニューをなんかお考えになっていただきたいね、はい、ご連絡しますので、またよろしくお願いします。今日はなんか貸し切りのお客さんがたくさんいらっしゃるということで、ママさんも忙しいと思いますけど、はい、それからですね、あの楽しいイベントとかありましたら、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。